フープバッグが好きですかね。木村さんはどうですか。これかな、こういうのいいよね。あ、ゴールドスミスすごい。あ、本当だ。すごい。皆さんこんにちは、ジョイフルチャンネルです。本日は英国ヴィンテージ家具の代表格アーコールチェアをご紹介いたします。ジョイフル本田2階のライフスタイルショップオールドフレンドよりお届けいたします。早速ヴィンテージ家具アーコールチェアをご紹介していきます。こちらのブランドはナンバーワンと言っていいほど英国ヴィンテージの中でも人気なんですよね。そうなんです。アーコールは1920年にイギリスで誕生した家具メーカーで、スタイリッシュなデザインと高い技術が評価されています。アーコールの代名詞ともいえる曲げ木と呼ばれる技術で作られたチェアがとても人気です。現代のインテリアにも自然と溶け込むデザイン性の高さを持っていて、さらに職人のとても高い技術とこだわりで機能性も追求された家具なんです。定期的にメンテナンスをしていただければ、もちろんこれからも綺麗に長く使っていただけます。時間が経つほどに思い出だったり愛着も湧いてきますよね。そうですね。はい、では実際にご紹介していきます。こちらが一番シンプルで定番のデザイン、フープバックチェアと言います。サイズ感も大きすぎず、チェアとしてはもちろん、インテリアのディスプレイとして置くだけで様になるので、ヴィンテージ家具が初めての方にもおすすめです。こちらのチェアはアーコールの代名詞ともいえる曲げ木という技術を使っております。この部分ですね、普通木はまっすぐそのまま使ったり削り出して使うと思うのですが、背もたれのこの部分はまっすぐの棒状の木をフープ状に曲げて作られています。普通に考えたら木ってこんな曲がらないですよね。とても高い技術が活用されていることがわかりますね。木の繊維を断ち切らないので粘りがあってとても丈夫なんです。そして座面の部分なんですが、貴重なエルム材を使っています。座った時に座りやすいように座繰りが入っています。このカーブのことですね。田部さん、座ってみてください。はい、失礼します。思ったよりフィット感がすごくあります。座繰りどうですか。座繰りもすごい座りやすいです。ホールド感もとてもいいですね。全体が人の体の形に合わせて作られているんですね。そうですね。こういった無垢材のチェアなので、もちろん座面は硬いんですけど、細かい工夫が施されているのでとても座りやすくなっていますよね。その他、高い背もたれがかっこいいゴールドスミスチェア、ダイナミックな曲げ木が特徴のクエーカーチェア、めったに入荷しないレア度ナンバーワンのスモーカーズチェアなど、いろいろなデザインのチェアがあります。ヴィンテージ家具は長く使い込まれた質感や木目が一つ一つ違うので、そういった部分を楽しんで選んでいただければと思います。当店ではヴィンテージ家具を長く大切に使っていただけるよう、専門の職人によるリペアサービスをご提供しています。ぜひ一生もののヴィンテージ家具を見つけてください。最後に価格のご紹介をいたします。アーコールフープバックチェア34,800円、税込み38,280円、ゴールドスミスチェア39,800円、税込み43,780円。ヴィンテージ家具は店舗やオンラインショップで種類豊富に取り扱っておりますので、ぜひチェックしてください。